イケライヤーと英語クイズ対決。リンゴは英語でアップル、イエスかノーか。このノートリーはもう悪いことはしたくないって言ってるっち。完全に始まってる。大人気コタミのクイズは最後だよ。コタミのチャンネル、チャンネル登録よろしくね。なかなかうまいな。でもノットリーのくせにお手伝いしすぎたい。虐待法。本日のいけないやはこちら。もう手伝わないよ。あ、ノットリーがいけないやになってる。今度は料理の途中で踊り出したっち。せっかくいいノットレイだったのに。ミナちゃん、ファントミラージュに変身だっち。ファントミスペード、シャキ。完全に始まってる。秘密戦士、ファントミラージュ。いけないところ、頂戴します。ノットレイ、私と英語クイズで勝負よ。さきちゃん、英語得意だっちか？あんまり自信ない。でも、頑張れ！とてー、だっち。えい、えい、おー。本日はミッション！イケライヤーと英語クイズ対決！英語クイズ、第1問。リンゴは英語でアップル。イエスかノーか。正解はイエーイ。おっと、ノットリーが何か苦しそうだっち。ノットリーの動きは一体な何をしてるっちか。第2問、サキちゃんの色はブルー、イエスかノー。私の色だから簡単。正解はイエスね。イエス。ノットレは無理やり手がノットレになってしまうんだっち。それでは答えてください。イエスイエス、ノットレ。やっぱりノットレはイエスと言えないんだっち。正解はイエーイ。最後の問題、月曜日は英語でマンデーという、イエスかノーか。難しいな。でも最近英語を勉強してるんだ。だから簡単。月曜日はマンデーだからイエスね。イエス。ノートリーは？イエス。やっぱりノートリーはノーの動きしかできない。なんかちょっとかわいそうになってきたっちね。正解はパン。イエーイ、やったー。ファントミノちゃんの勝ち。イエーイ、勝った。いけないところ、ジャジャッとちょうだい。ぐるぐるぐる、なんだかノートレイかわいそう。なんでノートレイなのにお手伝いとかいっぱいしてたの？くまちぃが訳すっち。このノートレイはもう悪いことはしたくないって言ってるっち。ノートレイの中にもこんな優しいノートレイもいるのね。こんな優しいノートレイだったら仲良くできそう。これからもいいノートレイでいてね。
30秒以内に間違いを3つ見つけてね。そっか。